皆さんおはようございます。今日朝早くからありがとうございます。最後までよろしくお願いします。どこへ向かうこの旅路の果て、誰も知らないくだらないことは右耳から流していこう。呼びたいと思います。違うか。チェリップ。いやいやいや。サクランボのアイドルって初めて言われた。こんなに一緒にいて。何なの？こんな雑な紹介されると思う。びっくりした。ごめんちごめんち。ごめんちごめんち。ごめんちカツだわ本当に。うわすまんねー。ね、本当朝早くから来ていただき、うん、こんなつまんないトークをね。よろしくお願いします。わお、
そうですね。ありがちだね。やばい、耳筋。ね、違う。今、どうぞっつったじゃん。よろしくお願いしますっつったじゃん。うわ、うちやっぱりすごいわと思っちゃった。どういうこと？何？何？なんで？いや、どうぞ、よろしくお願いしますってうち今入れたじゃん。うん、いやどうぞの後に入れちゃううち、なんか、やっぱ普段やからよく見てるの。あ、どうぞ。そう思ってしまった。そういうことだよ。どうぞ。見すぎなんですよ、本当に。でも、ね、皆さんたちも逆にかすみの動画とかよく見てるよね。見てるね。今回こんなに仲のいいかすみとチェリップで、スプリット CD リリースできること、本当に嬉しく思います。皆さん、本当にありがとうございます。今日は予約会ということでね、はい、いや、いっぱい来てくれたからね、本当にありがとうございます。もう今回はこのディスクユニオンさんのダイブインテミュージック2016サマーのイベントの中の一回で私たちもこうやって参加させていただいて、はい、リレー方式で3カ所これ今含めて3カ所回るので、すごいミニライブなんですけど、ぜひ今日1日丸ごと楽しいイベントにしていけるといいと、はい、すごいディレイ盛り上げ方がね、いや、ちょっと古い盛り上げ方が昭和なのよ。すごいいいのもらっちゃった。本当に今日のイベント皆さんの温かさだけで成り立ってますから。いや本当に、最後までちょっと一緒にいてくださると嬉しいなとお時間の許す限り思います、ね、でちょっと今聴いていただいたのがリリースする CD の何？かすみだろ、かすみの、かすみの何？ CD あ、CD の、うん、あなたへのチェリップバージョンですね。そうそう、弾けた感じで爽やかで、かすみバージョンもうちょっとしっとり、しっとりだね、うん、そうだからさ、今さチェリップバージョンやったじゃんか、うん、でもさ、みんなさ手拍子打たなかったじゃんか、うちって独特な雰囲気放ってるよ。なんだろうね、かすみのなんかこんなやつがあるけどね。バカにしてるっしょ。あれ面白いっつも、なんか動いちゃうだよね。そう、うちダンスはできないけどさ、こういう変な動きはできる。違うよ、かすみってダンスできるんだよ、うん、あ、そうやってたじゃん、バリバリやってたけどね、そんなリズム感はないんだ。グルーヴに乗れないんで、うちグルーヴなんだよ。でもね、一番終わりの感想でみんなグルーヴ感じて手拍子始まったわ。でも歌い始めたらまたピシッとなった。なんかあるんだよ。確かにそう。でもぜひともね、チェリップバージョンの時はね、チェリップらしく、うん、もうコール入っちゃうんじゃないのかっていうね、ね、またみんな考えてくれると思うから。そう。ちょっとあえてね、なんか、あ、考えてるの？僕は考えてる。本当に。あ、そうなんだ。なんでアイドルが考えてるの？楽しいやつだよね。いや、もう、まあ、任せるの。チェリップバージョンの初披露は17日。おーっと。もう今週か？あ、来週か。スペシャルゲスト。スペシャルゲストが？え？何？あー！地元だもん。そりゃそう。来たばっかりですよ。やばい、びっくり。今、あやちゃん、気の無理だ。そうね。昨日、あやちゃんとはですね、嵐の中、海で出演を共にしてきまして。嵐を呼んだ女だから。そうそう。あやちゃんのちょうど後にステージが中断するっていう。そうそう、いい思い出。いい思い出だった、本当に。うち一人頑張ったよ、もう。新宿侍。そうだよね、知ってる知ってる。頑張ったよ。今日4人揃えてよかったね。よかったね、本当だ。よかった。まさか来ると思う。ちょっとあやちゃん聞いてくれてた、かすみのあなたへ今。今来たんだよね。今来たんだよ。でもね、いつもあやちゃん言ってくれるんだけど、あなたへ歌うと本当涙出るっていつも言ってくれる。なんかでもそうだよね。うん、そうだよね、本当に。あ、じゃあ聞いてるんだったらどう？聞いてみて、あなたへかすみが歌ってるの。今まででね。どんな感じ？めっちゃ面白いじゃん。せっかくだからあやちゃんの話を聞きたいんだよ。いや、なんか歌詞が本当になんか。踊って褒められたかすみ。スッてこう入ってきて。かすみ書いたですね。そう。もうね、泣かずには聞けない曲ですね。なに、本気で照れないよ。ちゃんとコメントしてやる。そうだよ、こんな近距離で言われたらな。まあね、褒められちゃったもんね。で、なんかね、すごい、こう、なんていうの、ミオの中では4通りの楽しみ方が2曲しかないんだけど、実はできるなって思ってて、かすみバージョンのあなたへは、まあ、かすみの本家のがあって、で、チェリップが歌うとまたちょっと違う感じだし、チェリップバージョンのもチェリップが歌うのが、まあ一応本ちゃんだけど、かすみが今歌ったみたいなのを聞くと、あ、やっぱかすみっぽいし、ちょっと気が違うなって感じで、楽しめるし、今回の特典ディスクは、でもその CD にはならない3人が同じトラックで歌ってるっていうのをゲットできて、うわーやばいよ。で、
しかも店舗ごとに違うのを用意してるので、うわ、もう全部クリスタルね。そう、でもぜひこれはゲットして聞いていただきたいなと思います。ね、もうこのためにツーピーが全力で用意して、そう頑張ってくれた。本当にみんなもうね、嘆いてましたよ、ツーピーやったので。そうだよね、見たツイート見たツイート見た。見た。ですので、も作ったものは全部なくなる勢いで皆さんの手元に渡ると嬉しいなと思いますので、うん、この後予約ぜひ、予約はこの手前で、その特典会はちょっと皆さんから見た右後ろで行う予定ですので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。そこにあやちゃんの、ね、曲とかやりたいんですけど、そうだね。ね、あやちゃんの踊り結構ミオンたちが作ってガンガン踊る曲作っちゃって、うん、シワシワでめっちゃ。そうだよね。これね。よかった、ね。めっちゃいいよ。いいよね。めっちゃいい。めっちゃいい。すごい。すごい。びっくりマジ。あやちゃんのシングルも6月29日に発売します。はい。ミートソーダもよろしくお願いします。めっちゃ、めっちゃ、いつまでここにいていいんですか。じゃあもうすぐ始まるから、もう一つ、まあそうだね、うん、一緒に見てる横で、本当に恥ずかしい、恥ずかしい。じゃあ